kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es geht für was ist uns umsteht. Es gibt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Stein, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argumenten zulänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss klar werden. Sie verrückt. Wir wollen uns einfach rausschmeißen, wie Rundstadt, wie Guderia. Ja, und? Wir sind Soldaten. Na, мой взгляд, это супер круто. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn. はい、皆さんどうもどうもこんにちは、こんばんは、オワコンエアプです。お前いつからそんな名前になったんだよ。ブリッツのこと知らないからエアプだし、再生数が無事に激減してるのでオワコン。今日から僕はオワコンエアプです。アホくさ。今回乗っていく車両は、スウェーデン、ギア8、重戦車、ME1、いやこれ ME1 っていうか、ME1 だよな。ここで間違ってたらコメント欄でボロクソに叩かれてツイッターに晒されるなおい。自信なくしすぎててくさ。基本性能をドン。まず走行面ですが、車体走行、砲塔走行ともに割とカチコチ。特に砲塔に関しては、大体正面傾斜込みで260ミリくらいあるので、格上の高貫通戦車に当たらない限り大丈夫でしょう。基本には 10.5 センチオートローダー砲を装備。こいつは普通のオートロ砲なので注意です。しかし、こいつ結構装填が早くて、拡張、常備品込み込みで大体 20.8 秒なんですよ。拡張塔なしの AMX50 馬が 19.5 秒なので、ギア8番 AMX50 馬みたいな感じに立ち回れるのかな。一発320なのでワンマが960。全部吐ければ相当強いですね。ただし貫通力は低めなので、そこら辺は注意です。機動力は重戦車らしい機動力。それもそのわずエンジン馬力380しかないから辛いですね。その代わり特殊消耗品が乗せれるので、ぜひ活用していきたいですね。初動は馬、地域点に来たわけなんですけど、多分ここには3両しかいないと予測。つまり H 点に敵の本命がいるので、枚数的に味方は不利となるわけです。こちらに戦力を移しているので、とっとと片付けますよ。あのドクブルからやっちゃいますか。やっちゃいやしょうよ。そのための、オートロ砲、あとそのための、特殊消耗品。ところで二等兵さん、いやオワコンエアプさん、こんなこと言うのあれなんですけど、こいつ紹介するの遅くないですか。あ、こういったところでね、SMN さんとかとさが。うるせえ、黙ってろ、次の動画いつですか、のサイバーテロ攻撃により、オワコンエアプの動画投稿モチベが 500% ダウンしてました。あ、ふん。とりあえず味方が結構車両を撃破してくれてるので、私は中央から H 点の援護に向かいたいと思います。と、その前にですよ兄さん、やーて49くん、出会いましたね。どうだい、私の弾を全弾受ける気はないかい。あい、ダメージボックス、経験値ありがとうございます。油断を貫通させれば400ダメージ出るんですね。そうですね、神走行相手には積極的に油断で大ダメージを狙ってもいいかもしれませんね。あの T49 はミリ残りにしたので、大体な行動はできなくなったはずです。一応期待してないけど味方に T49 を攻撃するように指し示しておきました。まあみんなダメージ欲しいからミリ残りの敵を撃ってくれないよね。それか周り見えてなくて気がつかないか、なんて叩かれそうな味方の愚痴言ってしまいました。すみませんでした。謝罪してる間に弾が入ったので、相手をパパパッと片付けますか。じゃあ、死のうか。オートロ乗ってて気持ちいい瞬間、やっぱりワンマガで溶かしきれると気持ちいいと思うのは私だけでしょうか。そうだよっていう人はね、ぜひとも高評価を押してもろて。押すとどうなるんです。知らんのか。二等兵、オワコンエアプの気分が爆上がりする。効果がいまいちなので今回はスルーですかね。世の中は非常である。なんかバージョン 6.3 あたりで強化されてウッハウハなトラミが調子乗ってるんで援護に向かうとしますか。一応ここまでフルヘルスなので、それを生かす時が来たようだ。ちなみに特殊常備品の影響でヘルスが上がってます。ヘルス強化は単純に強いので、ぜひとも乗っけておきたいところ。トラミに行く前にあいつら片付けられないか見ます。こいつら片付けないと後ろから撃たれっぱなしですし。よし、まずは一発。おっと T49、 それは無謀じゃないかい。こいつがオートロということを忘れたのかね。ち、もう向こう溶けたか。ってこれちょっとまずいかな。ちょっと戦力に差ができてますね。しかし、落ち着いて対処すれば問題ないはずです。ここは一旦後ろに下がって、再装填の時間を稼ぎます。味方の P43 はできるだけ被弾せず、火力支援してくれるとありがたいんですが、動き的にあの路地から S3 が飛び出てくると予想。それを見越して砲をこちらに向けておきます。もちろん周りの警戒や状況判断も怠らずにやりますよん。よし、そろそろ装填が終わるだで、トラには来なさそうなので、あのミリ残りの S3 からパパパッと片付けに行きます。うん、動き的にそこにいると思ってたで、残るか。ただお前は次で仕留めさせてもらう。狙ってここだ。でお前それ弾くんか。やはりソ連のバイアスは全てを解決する。
まあなんか過激派です。結果論ですけど、流弾でも良かったかもしれません。でも 10.5 で当たりどころ悪すぎると撃破できない時あるから多少はね。この撃破した S さんを盾に、再装填します。お前の貫通力じゃこいつの砲塔を貫通させるのは難しいじゃろう。一歩引いたっぽいので、ここは一気に勝負を仕掛けに行きます。味方の P43 はできるだけそこで耐えてほしいですね。狙ってー。まずは一発目、次で確実に仕留めさせてもらうぜ。狙ってー。く、お前にはバイアスはなかったようだな。よし待ってな P43、今助けてやるからな。ボーンすると400出るみたいですね。オートロなのでボーンする確率も上がりそうです。さあこれ装填まで耐えきれるかな。いや、耐えるしかねえ。多分、おそらく、絶対、もしかしたら耐えるので大丈夫です。あいつ外したので耐えます。これはフラグですか？ないです。ふう、装填が終わるまで心を落ち着かせて、エンジンブースターで一気に勝負です。トラニって旋回早いから援護がないと側面に回り込めない可能性があるんですよね。狙ってー。まずは一発目。そしてそのまま止まらずに、狙ってー二発目。トラニの装填速度が3秒とかにならない限り勝ちました3発目。ふう、おいしい。これにて戦闘終了です。結果は、5163ダメージ、5両撃破で M バッチ。このリプレイを見たら、こいつで 3K 取れる理由も分かった気がしますね。まあ 3K チャレンジするときはよだめムーブしすぎて味方に迷惑かけないようにね。総量は、長所は特殊消耗品が詰めてそこそこ硬い装甲にオートロの瞬間火力、短所は低めの貫通にもっさりした機動性、正面は硬いのに側面はくっそ柔らかい。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。